皆さんこんにちは瀬尾です瀬尾順のレッツ話をお送りします2005シーズンの9回目になりますレッツランドがオープンしたのも2005年でしたレッツランドは住所としては埼玉市桜区下大久保というところにあり荒川の東側の河川敷に広がるスポーツ施設で現在は一般社団法人レッツランドが運営しています この場所はもともと東京農業大学がグランドとして知見者の皆さんから借りていた土地だったんですがレッツもそこを練習のたために使用させててもらっていました、まあ、かつてはレッツに40人ぐらい選手がいましたのでで公式戦にに絡まない選手たたちはこここ別に練習することが多かったんですね、まあ、そのうち選手の数も落ち着いてきて、えー、トップの練習場としては必要なくなってきたんですがその頃 東京農業大学が別の場所にグランドを借りるのでこの土地の借地契約を更新しないという情報が流れてきましたレッツは以前から J リーグ100年構想にのっとって地域に根ざした総合型スポーツクラブを作りたいという計画がありましたそれでこの場所を知見者から直接借りてその拠点にしようと考えたのです まあ、つまり地権者の方々と東京大農業大学そしてレッズ3社の、まあ、思惑ととと利害が一致したということですね。地域総合型スポーツクラブという、まあ、名称ですけどもその地域の人たちがその場所に来ていろいろなスポーツを楽しむ拠点、まあ、そ,のそれぞれのスポーツの指導者もしっかりいて。 で会員は一つの競技だけではなくて、まあ、いつもはサッカーやってるけど今日はテニスやろうかバスケットやろうか、まあ、そういうことも可能、まあ、それがヨーロッパ例えばドイツなどで、えーさまあ、普通の形らしいですねあの僕行ったことないんで知らないんですけど J リーグは各クラブがその拠点になってその地域のスポーツ文化の発展を担っていく、まあ、それを100年構想の中で歌っています。 それがレッツランドという形で実現したということです2005年の7月17日日曜日レッツランドのオープニングイベントが行われました来賓には上田清志埼玉県知事をはじめ埼玉県や埼玉市の幹部それから日本サッカー協会の川渕三郎会長をはじめサッカー協会、埼玉県サッカー協会それから J リーグの役職者などが顔を並べました でこれやっぱりレッツランドへの期待度の高さを示すものだと思うんですけどももう一つこの日は総合型スポーツクラブにふさわしくいろいろな競技の、えー、かつてのアスリートの方々が招かれまして指導にたたってくれましたあこの人たちが全員この後もレッツランドの指導者になってくれたわけではないんですけども本当に有名な方ばっかりだったんで話題性は十分でした。 また犬飼い元ギレッツ代表と川淵三郎作家協会会長のトークショーが行われましてその中で川淵会長はレッツが先頭をを切っってててこういういい業をやってくれて本当に嬉ししと涙みました川淵さんは J リーグの初代チアマンとして J リーグ100年構想を立ち上げた方ですからねえ本当に嬉しかったんだと思います。 イベントの最後は各競技のコーチも参加してフットサルのフレンドリーマッチが行われましたこれは見学する方々もね楽しめたと思いますオープニングイベントは大成功に終わったんですけどもその後20年間のレッズランドの運営はと見ていくと当初の地域総合型スポーツクラブということでいうとなかなかその理想通りにはなえ行っていません あの夕方からとか、えー、休日に会員が集まって好きなスポーツを楽しむというよりは各施設の貸し出し出が主なな業務になっています、まあ、それが経営を支えているわけですけれどもだから施設としてのレッツランドは順調に運営されているんですけど理念としてののレッツランドは未完成のようなんです、ね、まあマイナス面を言っちゃいますと誰もがふらっと生きる場所ではないですね。 まあ例えば埼玉でいうと埼玉県庁とかえ北浦和公園とかまあコマスタジアムぐらいもそうですけどあの市内の中心にあって誰もがその歩いてでも行けるというところではないです駐車場広いんですけどレッツランド車がないと行きづらいですよねまたあのこういう施設って存在そのものが P.R. になるんですよ例えば埼下は遠くからでもそのまあ再建マンションとかなければ見えますし。 コパスタジアムも近くを通ればあここでレッツが試合やってるんだなと、えー、建物見えますよねただレッズランドは河川敷なんで遠くからはもちろん見えないですし近くを通ってもなかなかね見えないんですだから知ってる人は知ってますけど、えー、利用もするけどなかなかそれが広がっていかないという状況なんですねただここ数年レッズランドは変わりつつあります まずレッツランドがある桜区で行われていた地元の地域スポーツクラブをレッツランドが取り込んでレッツランドスポーツクラブとして学校の体育館を利用して様々なインドアのスポーツを行っています。バドミントン、空手、バレーボール、チアダンスそれから何でもスポーツ教室、健康ヨガなどの教室をやっているようです。場所はレッツランドの敷地内ではないんですけどもこの発想っていうのは元々の 地域総合型スポーツクラブに近いんではないかなと思いますもう一つ地域の子どもたちを中心にレッツランドに来てもらうという活動を強めています今年で3年目になるんですけどゴールデンウィーク中にはキッズフェスタというイベントを行って頭や体を使うゲームで子どもたちが1日楽しんでいます年々参加者が増えて今年 は2024年は1413人の申し込みがあったようです参加者に話を聞きますと浦和レッズは知ってるけど最下には行ったことがないという人がもうほとんどと言ってもいいと思うんですけど、まあ、そういう人たちに地元にレッズランドがあることを知ってもらい実際に使ってもらうことが大事だということなんですね夏休みとか年末にもその時期に応じたイベントを行っています それから地元の子どもたちがスポーツをするためにレッズランドを借りるその時に借りやすくなるように地元の企業に育みパートナーという協賛者になっていただいて利用料の補助あの子どもたちが使う時ですね利用料の補助を行うなどの取り組みもしています施設貸し出しっていうのはこの現在経営の柱なんですけどもこれある意味町の活動じゃないですか貸し出しは。 ただ本来の理想を追求するために今は外への攻めの活動に出ているレッツランドということができると思います。あの河川敷の施設ということでですね何度か水害に見舞われました特に近年2019年10月の台風19号による水害は水深が5 6メートルにも及んでですね水が引いた後も、まあ、土砂が、まあ、ヘドルですね堆積して そのの光景は心が折れるものでしたただ現在はもちろん完全に復旧しています。えー、復旧にあたっては多くの企業からの財政的支援、えー、それからサポーターをはじめボランティアによる労力の提供選手 OB からの支援など多くの支えがありました。あのさっきも言いましたけどこの水害のこともあって立地的にはあまりいい条件ではないんですけども来てしまったらこんな広大な施設って滅多にないですし。 中にはバーベキュー設備まであるんですよ。まあ、最近では他の施設あの設備も充実しています。ある会社ではレッズランドで社内の運動会を行って、終わってからバーベキューで懇親会を開くなど一日楽しんでいるところもあります。まあ、いわゆるテーマパークのようにこう準備されたね。アトラクションとかがあるわけじゃないんですけども、えー、まあ自由にからスポーツを含めたアウトドアを楽しむ施設としては最高だと思います。 まあ最後にレッズランドができたことで大きな好影響があったものそれは何かというと浦和レッズレディースの活動拠点練習拠点になったことそしてレッズアカデミーのチームの土日のホームグラウンドが定まったことです。こここれはは非常に大きなととだと思います。今日はこの辺で。